はい、どうも皆さん、エジプラザのカヌルです。そのアニキでございます。皆さん、すいません、最近ニュースが新作発表があったので、そっちの話題から先にしろって思う方もいるかもしれませんけど、先にニューヨンからやらせてください。お願いします。僕の方からもよろしくお願いいたします。で、今回言いたいことは2つあります。1つ目は救援イベントについて、で、今回のバズー勝谷直樹。また戦闘坊主のアイボスか。てめえいい加減にしとけよ。で、プロローグを見てる限り、実はかなり明石エンジンで5と比べ打たれ弱いことが描かれており、そんな姿を見かねた勝谷が少しでも負けを認めたらコロッといい話かなえた戦いする内容になってたね。まあエピローグぐらいで、かなえがなんであんなに打たれ強いかわかるんちゃう。2つ目はキャラの能力について、まずはこちらを見てください。リリーはリーダースキル、バトルスキルが街の住人の味方限定で反射関係のスキルになってるから、 KSR につらい KSR 水着前と組めば反射による返り討ちができそう。カナエはバトルスキルで敵3体計 800% 攻撃と味方全体の毎秒回復があるから、 KSR3 白や KSR3 極で組めば HP 回復しつつ敵の殲滅ができるね。秋山はバトルスキルで自身へ挑発と全味方回避率上昇があるから、リリーは KSR パックと組めばタイムアップまで敵を追い込めそうやな。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。